今回はですね、習い事をしている、子どもの、保護者さん、親御さんの役割について、今ですね、いろんなスポーツ、もちろんレスリングであったりね、他の習い事でスポーツに打ち込んでるね、子どもたちっていうのはすごい多いと思うんですけども、そのね、自分の子がね、何か打ち込んでる時にやっぱ親としては何とか強くなってほしい、強くなってほしい、そういう中で何かね、親としてどういうふうな接し方、子どもに対してね、したら良いのかっていうのをこう悩んでる方も多いと思います。僕自身もね、ずっとレスリングを教えてて、やっぱりですね、やはり保護者さんのサポートっていうのがある方が子どもはですね、やはり成長していきますね。そういう中でその保護者さんのサポートっていうかね、役割、どういうことをしたらいいか、そういうことをね、悩んだり、あるいは、どういうことをしたらいいのかなって常にね、試行錯誤しながらね、取り組む方がいると思うんですけども、僕自身がですね、この、キッズのレスリングを教えてもう10数年経つんですけども、その中でですね、こういったことをしてあげれば確実にね、子供が成長する、強くなるっていうことを導き出したので、それを今日お話しいたします。ですね、最初にも、ね、話した通り、子供がね、何か打ち込んでる、うちだったらレスリングね、僕も子供は3人やってます。そしてですね、レスリングをね、レスリングでもう10年以上、もう初めて教えてます。そういう中で、親御さんのね、気持ちもすごいわかります。どんどん親御さん熱くなっちゃうんですよね。子供がね、しっかり打ち込めば打ち込んで、レスリングなんかでもね、打ち込めば打ち込むほど、どんどんいろんな大会に出てね、メダル取ったり、やっぱいろんな経験してると思います。そういう中でついこう親御さんもね、熱くなってね、すごいこう叱咤激励をね、こう叱咤激励をしてね、時にはこう熱い激しい厳しい言葉を投げかけたりとかね、そういう中でどういうふうなね、ことをしたらいいのかっていうのをね、常にこうなんていうかな、親としてもね、いろんなことを悩みながらね、やってると思います。でそういう中で保護者のね、サポートがね、必要だ、あった方が当然ね、いいんですけども、決してね、これはね、なんていうかな、単に厳しくしたりね、厳しいこう言葉をかけたりとか、決してそういうことは全くね、そういうことではないですね。そういうことは別に必要ないんですよね。今回はね、その僕のね、これまでの経験で導き出したですね、こう3つのことがありますので、それをね、今後参考にしてもらいたいと思います。ではですね、この子供が確実に、着実に成長して強くなる、保護者の役割、まず一つ目、これですね、練習環境をしっかり作ってあげる、これですよね。練習環境を作ってあげる、なんか当たり前のことじゃないかっていうね、そう思われがちなんですけど、本当こう基本的なとこなんですけども、この練習環境を作ってあげるね、練習環境を整えてあげるってことは、要は簡単に言うと、お分かりの通り、例えばね、ちっちゃい子、今レッスンを始める結構幼稚園の子が多いんですけども、そういった幼稚園の子は当然ね、送迎がありますよね。そういったところで、ちゃんと時間を作って、そのね、目的をする、クラブというかね、ジムであったり道場に、しっかりと送迎してあげるってことですね。それが、できれば当然子供がね、望む限りの中で、できるだけ数多くね、連れてってあげた方が当然ね、練習する、打ち込む時間も多くなるんで、当然成長はね、早いとか着実に進んでいきますよね。そういったところで、練習環境を作ってあげるってところですよね。しっかりと、特にちっちゃい子はその場に連れてってあげる。それとあと、例えば他の習い事とも並行してる子なんかも多いと思うんですけども、年齢が上がれば上がるほど、そういう中でしっかりと他の習い事とのスケジュールを調整してね、ちゃんと練習できる、ように確保してあげるとですね、練習時間を、それがなんていうかな、このしっかりと練習環境をね、作ってあげるというか整えてあげることになりますよね。それがどっちかが犠牲になっちゃって、子供としてはね、もっと練習したいってなって、なかなかね、調整がつかないというと、やっぱそれもやりたいっていうところをね、こう制限かけちゃうのも、やっぱ子供の成長にはね、こう歯止めかけちゃうんで、そういったところでしっかりと練習環境を整えてあげるってところですよね。それとあと、小学生で上がってて2年生3年生になってくると、当然ね、もう親の手を変えずにね、
電車で都内だったら移動して、練習場に向かうってこともね、多いと思うんですけども、うちに通ってる、ね、あの子たちもそういう子もいるんですけども、そういうところでね、ちゃんと、行かせてあげるように、まあ、道順なりを教えて、あとちゃんと交通費もねしっかりと確保して、練習環境に練習行けるっていう体制なんとかね形を作ってあげるってことですよね。まあ、それも本当練習環境を整える作ってあげるっていうことになると思います。まずねその一つ目はその練習環境、まず行かないことにはね始まらないですから、しっかりと、まあ、忙しい中でもなんとか時間を作ってあげる。当然ね保護者さんも忙しいだってその日の体調が、まあ、今体調悪い人はあんまりね外出してはダメですけども、まあ、そういったね忙しいとかね、あるいはなんかちょっと大変だなっていうところもあると思うんですけども、しっかりね子供のために送迎であったり、そういったね練習を連れてってあげるってことがね、まあ、練習環境を作ってあげることなんで、まずこれをねベースに取り組んであげると子供はですねどん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 吸収していきますので、まず一つ目が練習環境を作ってあげる、これをね取り組んでほしいと思います。はい、そして二つ目はですね、ご飯をしっかりと食べさせる。これもねめちゃめちゃ当たり前のところなんですけど、結構意外とできてないというかねなおざりになっちゃう、ところあるんですよね。まあご飯をしっかり食べるっていうのは単に食事なんかねこう食べるってところじゃないですね。やっぱりしっかり、練習したら栄養のある、ね、ご飯を作ってあげて、ね、食べるように仕向けてあげるとかね、まあ、食べやすいようにまた何とか食べるようにね食事を用意してあげるってところですよね。そして、当然その食事っていうのは、まあ大体普段学校行ってるんだったらね昼は給食だとしても朝と夜になると思うんですけど、その朝と夜で、ね、しっかりと、まあ、栄養のあるものをね作ってあげて、当然子供好きではあるとは思うんですけども、そこをね、まあ、何とかも食べやすい形で、用意してあげるところですね。その食事は、別に高級な食材を使ったりとかね、そういうことは決していらないんですけども、まあ、本当普通の食事ですよ。まあ、ちゃんと体を動かすエネルギーね、主食となるご飯があって、まあ、体を作るタンパク質が含むおかずですよね、主菜があって、まあやね、体調壊さない野菜類であったりそういったものがあって、まあ、何か汁物とかね、そうなったらもう全然完璧ですよね。まあ、そういったご飯をしっかり食べさせる。あとご飯をしっかりね食べなきゃいけないというか、要は食に対する、その重要性とか、それもね子供のうちにしっかりと作ってあげることが大事ですよね。そのご飯を食べさせるってことは、それがなんかパパッと適当に済ましちゃうとかね、あるいはパパッと、ジャンクフードに済ましちゃうとか、あ今日あんまりお腹空いてないから食べ、ああそうなのとかってね、簡単にそういうのでミスなんていうかな、そういうのをこうそういうのいいっていうかね、こうまあ許しちゃうというか、あ食事に対する重要性を低くね置いちゃうのもね、まあ、そういうのが良くないですよね。そうにしてしまうのは、それはねしっかりとご飯を食べさせるっていうのは、当然体の栄養、当然練習したらね栄養を取らないと成長しないですから、まあ筋肉もね子供と言えてもしっかり筋肉つきますから、しっかりと身になって体力をつく、スタミナもつくためにはご飯を取らないとね、取りに効果上がらないですし、あと食事に対するその優先順位とかね、重要性も子供のうちにしっかりとこう育んであげるというかね、こうしっかりと頭の中で植え付けてあげるってこと、これはね親としては大事ですよね。はい、まあ本当年齢が上がれば上がるほどどんどん筋肉も増える中で、食事っていうのもしっかりとらないと、まあ、強くならないですし、レスリングは減量もあるんで大きくなればね、食事っていうものをしっかりと意識して食べるってことが体調管理であったり、そのね体作り、まあ将来的には体重調整も入ってくるんで、そういったこともね変わってくるし、あと頑丈な体になります。何よりしっかり食べると、子供のうちにねしっかり食べておくと、もうとにかく頑丈になって食に対する優先順位上がる、トレーニング効果上がる、これはものすごいね大事なことなので、2つ目このしっかりとご飯を食べさせる、これも忘れないでね取り組んでみてください。はい、そしてですね3つ目、これはですね、精神的なケア、そういった精神的なケア、サポート、支えになってあげるところですね。ケアを、精神的なケアをしっかりしてあげて支えになってあげるところです。これはですね、なんていうかな、まあ練習でもね当然強くなるための練習したらね、まあコーチ、指導者の方がね厳しい練習を課すとは思うんですけども、そういうところね厳しく追い込む、そういう中でまあね、当然厳しい
ね、こう中で高い意思を持ってやるっていうのはね、強くなるためには大事なんですけども、そこでそういうところでやっぱりね、親としてはやっぱりさらに厳しい言葉で追い打ちをかけるんではなくて、まあ、支えになってね、心の拠り所というかね、まあ、頑張ったことに対してしっかり評価してあげるであったり、あるいは辛くてもね、まあ、お母さんであったりお父さんがね、ちゃんと見守ってるからとかね、最後はしっかり応援してるからであったりね、支えになってあげるところですね。それがやっぱ子供としてもね、大きな力になりますし、なんていうかな、やっぱりこうやって見守ってくれてるんだっていうところをね、信頼してるとやっぱものすごい力も出しますよね。まあ、それが、なんていうかな、良くないというかね、まあ、ついね、親御さんでも力入ってガーって言いたくはなるんですけども、そこもね、まあ、うまくいくっていうかマッチするところもあるんですけど、決してだからって決してそれは真似しなくていいんですよね。とにかくなんていうかな、支えてなんて見守ってあげるってことですよね。それとあと、頑張ったらしっかり評価してあげる。それとですね、まあ、精神的なケア支えになると同時に、その精神面でなんていうかな、決してさっき言ったようにね、厳しい言葉を投げかけたりとかやれられとかそういうことは言うことはないです。でもかといってほったらかしとか、放置するとか、それはもう良くないですよね。なんていうかな、保護者、親御さんとしたらやっぱりその真摯に取り組む姿勢を見せてあげる、これが大事です。まあ、例えばちっちゃい子だったら一緒にね、当然送り迎え送迎があるんですけども、まあ、中には当然ね、計画する方もいるんですけど、その連れてく場であって決してね、なんていうかな、早めに準備してちゃんと遅れないように、ちゃんと練習場に向かうであったりね、しっかりと準備して取り組む、そういうものだっていうね、姿勢を一緒になって、見せてあげるのが大事ですよね。それがどうしても親御さんの方がね、まあ、適当でいいやとか、そのスポーツに打ち込む姿勢が、まあまあ、子供の好きでやってるからっていうことで、なんていうかな、放置しちゃうとやっぱそれはそれでね、良くないですよね。やっぱ最初、まあ、子供もなんていうかね、意識がいきなりは高くないですから、そういったところでその真摯に取り組む姿勢を見せる、まあ、それは別に強制じゃないですよ、強制させてやれやれじゃなくて、親御さんがこう自らね、取り組む姿勢、まあ、レスリングだったらレスリングねっていうものを打ち込む姿勢を、まあ、最初は準備の段階からしっかり準備して早く連れてくるであったり、まあ、仮に計画するであったらしっかりと見て練習をね、別に口を出さなくても見届けて、ね、保護者さんも親御さんもしっかりと先生のね、こう言葉に耳を傾けるであったり、まあ、そういったね、真摯に取り組む姿勢を見せてあげる、そして精神的な支えになっていく、そういったね、こう精神面の部分、内面の部分でしっかりとね、ケア、支えになっていくことが大事です。この3つ目が、そういった精神的なケアね、支え、そして真摯に取り組む姿勢ですよね。これも非常に重要なんで、なんていうかな、しっかり取り組んでもらいたいです。今回はですね、この、子供が着実に成長して強くなるための保護者さんの役割、その3つを挙げました。もう1回おさらいすると、1つ目、練習環境をしっかり作ってあげる、整えてあげるということですね。そして2つ目、これは、ご飯をしっかり食べさせている、そういった、栄養をしっかり、ね、与えて、食事の、ね、重要性、それをね、しっかり、なんていうかな、子どもの頭の中に、意識させて、ね、育んであげるということですね。そして3つ目が精神的な支え、精神的なケア、支えとなってあげる、そしてですね、真摯に取り組む姿勢を見せてあげる、まあ、そういった背中を見せてあげるところですね。まあ、その3つが、3つをですね、しっかりと今日から実践してね、いけば着実に子どもはですね、成長して強くなりますので、ぜひね、取り組んでもらいたいと思います。今回のね、動画は、ね、まあ、良かったと思ったらぜひまたね、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。そして高評価、そしてまたコメント等もね、いただけると嬉しいですし、またね、リクエスト等ありましたら、ね、どんどんね、コメント欄に書き込んでください。はい、ではですね、次の動画もぜひ楽しみにしてください。